た道が空まで続いていた。ゆらゆら影ろうがあの子を包む。誰も気づかずただ一人、あの子は登ってゆく。何も恐れない。そして舞い上がる空に憧れて、空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲、高いあの窓で、あの子は死ぬ前も空を見ていたの。今はわからない、他の人にはわからない。あまりにも若すぎたと、ただ思うだけ。けれど幸せ、空に憧れて、空を駆けてゆく。あの子の命は飛行機雲、空に憧れて、空を駆けてゆく。あの子の命は飛行音に気づいて、遅く起きた朝はまだベッドの中で半分眠りたい。ストーブをつけたら曇ったガラス窓、手のひらでこするとぼんやり冬景色。白い息を吐き、通りを渡ってこの部屋に来る気がして、時はいつの日にも親切な友達。過ぎてゆく昨日を物語に変える。ありがとうございました。1曲目が飛行機雲というですね、1973年の歌で、次の歌が12月の雨っていう1974年の歌でですね、はい、たまたまちょっと1973年74年と来たので、次はギターで1975年 の、 ちょっと有名な曲をやりたいと思いますので、ちょっと移動したいと思います。
ちょっと30秒ぐらいお待ちください。お待たせしました、はい、次の曲はですね、ルージュの伝言という曲なんですけど、荒井由実さんの曲で、魔女の宅急便とかですね、の曲ですね。その曲をやりたいと思いまして、私は3つと言いまして、大体1960年から2000年ぐらいの曲の、邦楽のですね、有名な曲のカバーをちょっとやってるんですけど、いつもアコースティックバンドをやったりとか、弾き語りをやったりとかして今頑張ってます、はい、ね、音楽仲間をね増やしたいなって言って、ちょっと刺激受けれるこう仲間を増やしたいなということがあって、今日は参加させていただきました、はい、じゃあ最後の曲、ルージュの伝言という曲をやりたいと思います。じゃあ最後の曲です。Yeah.